帽子やります。帽子はどこに入ってるんだか大体見当ついてます。こっちだな、確か。これです。これが本邪魔の帽子というやつ。20年間。この帽子で私は練馬に打ち立てましたよ。でこれは本邪魔というと、まあ、いろいろ形が変わるってやつがありましてね。本邪魔やらら、ほいーと、これが作品その1、覗きという。英語で言うとピーピングトム入ってたよ。牧師さん、アーメン、ほよーん、アテンションプリーズ、アテンションプリーズ、ご登場の皆様、まもなくこの人離陸でございます、ね、じゃあ無理、いよいよこの輪っか、ね、これが使い道だ。ほよーん、ハンダーよなーん、アイムカーボーイ、ヘイヨー、トト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 トわが辞書には不可能がないナポレオン、ドロンドロンドロン。これはあの日本だけなんですよ、ナポレオン通るのは。ヨーロッパ行ったらこれ通らないです。これは霊柩車の御車になるんです。場所によって随分変えなくちゃいけないんですよ。トラッカチャンダンダンダラッカチャン、ホーレイト、ローマ法、今日のお客様に聞くと南無総教理が見たで、銀行強盗、で列車強盗、で見えない強盗、南極探検ご苦労さん、上村さんまだ帰ってこないね。待ってね、これはかわいいベイビー、かわいい。これが、まあ、今まで20年やってた帽子で、新しい帽子もあるんです。今度四角になったんです。普通は四角から丸になるのが普通なんですね。私の場合丸から四角になっちゃった。でこれはなぜかというと、お客さんが使いやすいように、手に入りやすいんです。お習字の下敷きなんです。あの文房具屋で500円で買ってきて、で自分の頭に合わせて数字入れちゃうと帽子になっちゃうと。ただそれだけの。であの子供のはつかないがいいですよ。顔真っ黒になっちゃいますからね。やってたやつは新しい方がいいですよ、やっぱし。水虫のバイキン。ほーひーはーほーひーふーりのろんちんちゃんはいはほーひーはーはー。中国のお坊さん、こういう帽子かぶってるのに兵隊がかぶってたりするんです。今日はもう中国専門で行きます。真の始皇帝。わかんないでしょ。いいですいいです、無理しなさんな。チロリアン。松尾芭蕉ってこれも良くないんだから。イカのお父さん。お母さんでもいいんですけどね。どっちでもいいんです私は。これは日本人じゃなくちゃ分かりません。ひねりこんにゃく。やってると何かお客さんからこう怒られそうなんで、この辺にしましょう。ありがとうございました。